アントン・ジェーホー作人材清役決闘前回の続きからです僕は彼と同時にこの町へ来た一体ああいう種類の人間は友情とか親密とか仲間とかいうものが非常に好きだ それはつまりビンとの相手酒の相手茶の相手がなくてはすまんからだ。かつおしゃべりだから自然聞き手も入りうなわけだ。さて僕と彼は友達になった。というのはつまり毎日彼がふらふらやってきて僕の仕事の邪魔をし聞きもせぬのに自分の目かけのことを洗いざらいしゃべったという意味だ。 僕はすぐと彼の口をついて出る途方もない嘘の連続に唖然とさせられた。ただもう胸が悪くなった。僕は親友としてなぜそう深酒をするのか、なぜ身分不相応な暮らしをして借金ばかりするのか、なぜ遊んでばかりいて本を読まぬのか、なぜそう教養がなく無知なのか、などと一通りの苦言を呈してみた。 それに対して彼は苦笑いをしため息をついてこう答えるのを常とした「僕は白明寺だよそ者だ」「君は我々濃度性の出し柄に何求めようというのか」「あるいはまた我々は大敗しつつあるのだ」といった調子ださもなけりゃおネえギンだとかぺちょうりんだとか バイロンのカインだとかバザーロフだとかについて戯言ごとを並べ出すそして言うのだこれこそ霊肉ともに我々の祖先だつまり君役所の書類が封も開けずに何週間も放り出してあったりご自身はもドより他人まで酒飲みにさせたからといって何も彼が悪いんじゃない悪いのはおネーギンだペチョーリンだ 白明寺なのよそ者だのを発明したツルゲねフだというんだねその言語道断の不貧困や節だらにしてもその原因は彼自身のうちにはなくどこか彼の外真空中にでもあるというわけなんだねそれにどうもたちの悪い男でね不貧困で嘘つきで ききすべきももののは何も彼だけななじゃない。我々なのだ我々80年代の人間我々賃貸しかつ神経質な濃度性の汚らわしき交渉我々文明によって足ないにされた者らなのだ一言にして言えば僕たちは次のことを了解さねばならんのだライフスキーのごとき偉大な人間は その没落においてもまた偉大であること。彼の不貧困不死だら売雑は必然によって成果された自然科学的現象なのでありその寄ってきたるところの原因は世界的であり不可抗力に属すること核のごとくラエフスキーは時代秘境遺伝等々の呪われたる犠牲であるからすべからく彼に 当とう,とう。役人連や女連はこれを聞いて「おう」とか「ああ」とか簡単な声を漏らしていたが僕は長い間そもそもこれは何者だろうかと了解に苦しんでいた。シニックかそれとも達者な巾着切りか何しろ彼のような一見インテリらしく少しは教育もあり 自分の生まれの良さを象徴する手合ときたら際限ない複雑な性格を装うことが上手なものだからね。予算か。とサモイレンコは奮然として僕の面前で高血の死を足しに言うことは許さんぞ。まあ待ちたまえアレクサンドル・ダービッチ。と本光連は冷ややかにもうすぐ。 血油にするよ。ライフスキーなるものは極めて簡単なオルガニズムである彼のモラルのコツロは次の5年朝スリッパと海水浴とコーヒーそれから昼飯までスリッパと運動とおしゃべり2時スリッパと昼飯と酒5時海水浴とお茶と酒それからビントと嘘っぱち10時夜食と酒12時過ぎ 睡眠と女卵が殻の中にあるように彼の存在はこの強小なプログラムも一歩も出ない彼が歩こうと座ろうと怒ろうと書こうと喜ぼうとその一切は酒とピントとスリッパと女に着せるのだ中でも女は彼の生活に運命的圧倒的な役割を演じている彼自身の物語るところによると 13歳ににししてすでに彼は恋をした。大学の1年の時猿夫人と同棲したが彼はこの夫人から良き感化を受けたのみならずその音楽的教養もこの夫人に負うている大学の2年の時彼は猿家から娼婦を受け出して自分と同等にまで引き上げてやったつまり目掛けにしたこの女は半年ほど一緒にいただけでまた 元の古末舞い戻ってしまったがこの女に逃げられたことはよほど彼の心の傷の痛手になったそうだ。ああかくて彼は悶々の極楽教を放棄して二年間家になすこともなく過ごさねばならなかっただがこれが彼に幸いしたというのは家で彼はある未亡人と因犬を結ぶことになりこの未亡人が彼に放火をやめて文化に移れと勧めたのだ。 彼はその勧めに従った。大学を出ると彼は今のあのなんて言ったっけあの人妻に熱烈な恋をして理想とやらを追ってこのコーカサスへ駆け落ちをする羽目になった今日明日のうちにはあの女に嫌気がさしてまたペテルブルグへ舞い戻るだろうよ同じく理想を追ってねどうしてそれがわかる サモイレンコは憎さげに動物学者をにらみすべてつぶやいたそれよりもまあ食えボラの煮つけとポーランドソースが出たサモイレンコは二人の皿に一尾ずつ分けて自分でソースをかけてやった二分ほどは沈黙のうちに過ぎた誰の生活を見たって 女は大切な役割を演じていますよ。と補佐が言う。こればかりはどうにもならない。それはそうさ。だがそれも程度があろうぜ。我々にあっては女は母だ、姉妹だ、妻だ、友達だ。ところがライフスキーにあってはどうだ女はこれらの一切であると同時に、また単に上婦でもある。 女、いや女と同棲することが彼の生活の幸福であり目的なんだ彼の生活も憂鬱も退屈も幻滅もみんな女が元だ生活が嫌になったそれも女のせいだ新しい生活の玉光がさした理想が見いだされたそこにも女がいる小説でも絵でも女が描いてなければ面白くない 彼の意見によると我々の時代がつまらなく40年代や60年代に比べて劣っているのはただただ我我々は恋愛の放映や情熱にをを忘れて打ち込む術を知ららぬかだだそうだこういう公職家の脳髄にはきっとサルクマといった風の特殊な贅肉があってそれが脳髄を圧迫し真全体を支配しているに違いない。ライフスキーが どこか人中にいるところを観察してみたまえすぐ目につくことだ何か一般的な問題例えば細胞とか本能とかの話が出ているうちは彼は隅に引っ込んで黙っているろくろく聞いてもいないその様子ときたらいかにもだるい当てが外れたといったふうで何もかもつまらんくだらんつけなみだと言わんばかりの顔をしているところがたんひとたび 勇士のことと、に及ぶと例えばクモのメスは受胎を終わるとオスを食ってしまうというような話が始まると彼の目はたちまち好奇心に燃えてくる顔が晴れ晴れしてくる一口に言えば生き返ったようになるあの男の考えることはどんな上品なことでも高尚なことでも平凡なことでも落ち着く先は一つだ彼と町を歩いてみたまえ例えば 向こうからロバが来たとするするとねえ君ロバのメスにダバをかけてみたらどうなるかしらと来るんだそれからあの男の見る夢と来たら君に夢の話はしなかったかねなんとも素晴らしいものさ月と結婚するところとか警察へ呼び出されてギターと同棲を命ぜられるところとかそんな夢を見るんだ はき出したサモイレンコは笑いたいのを我慢して眉をしかめ怒ったような順面を作ったがとうとうこれも笑い出した「みんなでたらめだ!」と彼は涙を拭きながら「よくもそうでたらめが言えるね」。 ほさいはとても笑い上戸でつまらぬことをいちいち横腹の痛くなるまで笑いこける彼が人中へ出るのが好きなのは人々にそれぞれ滑稽な一面があってそれに滑稽なあだ名をつけられるそれだけが目的だとも見えるサモイレンコにはフクログモというあだ名をつけた重卒にはオスガモという名をつけた いつか本レ連がライフスキーとナジェイジェダにサルの夫婦の損傷を葬った時には有頂天になって喜んだ彼はむさぼるように相手の顔に見えるまばたきもしないで相手の言葉に聞き入るその目がだんだん笑いでいっぱいになり今に思う存分笑い転げられるぞと期待で顔が緊張してくる様子がありありと見られる やつは腐敗感だ。堕落感だと動物学者は続けた「補さいはおかしい言葉は出てこないかとじっとその顔に見いる」「あんなくだらん奴にはそうめったにはお目にかかれん」「肉体的にも彼は無気力で老人くさい」「その知力に至ってはただ悔いのみ」「羽布団に眠り抱えの御車を上手にしている」 女と何ら変わるところはない。補佐はまた笑い出した。まあ笑えたまおな補佐君。と本高蓮は言った。結局はバカげた話さ。だが僕だってやつのくだらなさ加減に注意しておられるほどの暇人じゃない。と彼は補佐の。 笑いやむのを待って言葉を続けた「あの男が害毒を流す危険人物でさえなかったら僕は一個も与えずに素通りしただろうよ」「やつの害毒はまず第一に女にモテることにある」「やつ自身と同様に脆弱かつ堕落したラエフスキーを1ダースもこの世に送り出す危険性がある」「第二にやつは高度の伝染性を持っている」 ビ,ントやビールのことはさっき言った通りだ。もう二年もすれば彼はコーカサスの全海岸を征服し尽くすに違いない。君も知っての通り、民衆ことにその中間階級なるものは、インテリ州だの、大学教育だの、上品な物腰だの、文学めいた言い回したのに、ころりと参るものだ。たとえ彼がどんな怪しからん振る舞いをしようと、立派なことだ。 ああしなゃなならんと、みながそう思う。思ぜなら彼はインテリで自由主義で大学を出た男だからだ。かてで加えて彼は白命児だよそ者だ神経衰弱だ時代の犠牲だということはつまり彼は何をしても許されるという意味に他ならない。彼は愛すべき男だ誠実な男だ人間の弱点に対して真から寛大だ。 素直ででおとななしい、い。傲慢でない彼となら酒も飲めるし売談も人の陰打ちも遠慮なくできる一体宗教上でも道徳上でも神人同系説に傾きがちな民衆は自分と同じ弱点を持っている偶像が大好きなのだね。ねえ君これでやつの病毒の伝染区域がいかに広いかわかるだろう。そのの上彼はなかなかか役者だ 巧みな偽善者だ。何もかもよくわきまえたものさ例えばやつの下先の手品を見てくれた前文明に対する彼の態度でもいい文明の「部の字も書いたことがないくせに「ああ僕たちはどこまでも文明に読されているのだ」「ああ僕は実に野蛮人がうらやましい」「文明の何かを知らぬ自然地がうらやましい」などというしてみるとやつはかつての昔 全身全霊をあげて文明に捧げたことがあると見える文明に仕え文明の奥の奥まで理解したにもかかわらず文明は彼を疎ませ点滅させ裏切り去ったものと見えるすなわち彼はファウストだ第二のトルストイだショーペンハウエルやスペンサーに至ってはまるで小僧っぽい扱いで親父前頭と肩でもポンと叩いて おうどうだだ。いスペンサーと言った調子だもちろんスペンサーなんか一行だって読んじゃいないんだが自分の女の話をして「とにかくスペンサーを読んだ女だからね」などと何気ない軽い皮肉を言う時には全く可愛くなるよ。ところがみんなおとなしく聞いているあの山氏にはスペンサーのことをそんなふうに言う資格はおろかその靴の裏に接吻する資格だってないことを。 誰一人分かろうとはしないんだ文明や権威の土台をふじくり返す他人の祭壇の下をほじくり返す泥を跳ね返すおどけた横目を使ってみせるそれもただ自分の脆弱者やモラルの貧弱を押し隠し上辺を繕いたいばかりにねこんな真似のできるのはうぬ、ん、ぼれ上がった卑劣な周回な動物だけだ。 ねえこうりゃ君は一体あの男をどうしようというのかねとサモイレンコは動物学者をじっと見ながら言ったその顔に象の色は消えて今度はすまなそうな顔をしている「あの男は何も人と変わったところはないじゃないかそりゃ欠点はある」しかしちゃんと現代思想の水図に立って役所に勤め 国家に貢献している10年ほど前この町に老人の食卓がいたがそれがまた非常な秀才でねよくこういう言い回しをしたものだよああたくさんたくさんと動物学者は遮って「君はやつが役所に出ているというねだがその勤めぶりはどうだ」。彼がこの町に現れた結果 果たして秩序が良くなったかね果たして役人たちが貴重面に丁寧になったかね事実はこれに反し、その大学でのインテリタル権威を持って、彼らの放置を銭下に見とどまる。彼が貴重面に勤めるのは月給日の20日だけだ。あとは家でスリッパをペタペタ言わせながら、俺がコーカサスにいてやるだけでも、ロシア政府はありがたいと思えというような顔をしている。いや、だめだ。 アレクサンドル・ダードヴィッチやつの肩なんか持ちたもうな君は徹頭鉄尾、実意のない男だよ君がもし本当にあの男が好きであえて隣人と認めるならまず最初に彼の欠点に無関心ではおられぬはずだ彼に対して寛大ではおられぬはずだそれどころか彼のためにもどうにかして無害な人間にしてやりたいと考えるところだ というと無害な人間にするのさもう強制の見込みはない人間だから無害にしちまう方法はただ一つ本光蓮は指で自分の首筋に線を引いてみせて「さもなけりゃ土左衛門にでもするか」と言い添えた人類の福祉のためまた彼ら自らの利益のためにも。 ああした連中は絶滅さるべきだ。断じてそうだ。君は何てことを言う？サモイ連子は腰を浮かせて動物学者の冷静な顔を呆れたように眺めながら言った。ホサイ君、この男は何を言ってるんだろう？君気は確かだろうね。 僕は必ずしも死刑を主張しはしない。とフォンコーレンは言った死刑が有害だと言うなら何か別のやり方を考えるさラエフスキーを殺しちゃいかんとなればいっそ隔離しちまうか番号でもつけて土木工事に追いつかうかまったくなんてことを言うサモイレンコは 身「あいをした。あ、胡椒胡椒とひき肉を詰め物にしたというなすを胡椒をかけずに補佐員が食い出したのを見て彼は情けない声を出して「あの聡明極まる男のことを君はなんてことを言う」「個人の親友誇りある知識人を君はどかたにするというのか?」 子はもう一言も口が聞けない指をピクピクやっているだけであるそのあぜんとしたいかにも滑稽な顔つきを見て補佐イは笑い出した「もうこの話はやめにしよう」と動物学者が言った「ただねアレクサンドル・ダードヴィッチこのことだけは忘れずにいたまえ」 現世時代の人類は生存競争や自然淘汰のおかげでラエフスキーの都の調涼を免れていた今や我々の文化は著しくこの生存競争及び淘汰作用を弱め我々は自ら虚弱さ不適者の絶滅に心を漏さねばならぬことになったさもないと他実ラエフスキーの都が繁殖を遂げた暁には 文明は滅び、人類はついに退化するだろうからね。もしそうなったら、それは我々の罪だ。人間を溺れしなせたり、首を絞めたりしなければならんのなら、とサモイレンコは言い返した。そんな文明が何になるそんな人類が何になるえ何になる僕は君に言いたいことがある。 なるほど君は大学者だ非常な秀才だ祖国の誇りだだが押村区は君はドイツ人に毒されたそうともドイツ人ドイツ人サモイレンコは医学を学んだデリプトを去って以来ドイツ人にはたまにしか会わずドイツの本などは手にしたこともなかったしかし彼の意見によれば政治上および 学問上の一切の邪説はことごとくドイツの人が元なのである一体どうしてこんな意見になったのかは自分でも知らなかったがとにかく彼はこの見解を辞して譲らなかったそうともドイツ人と彼はもう一遍繰り返して「さあお茶を飲みに行こう」。 3人は立ち上がって帽子をかぶると柵をめぐらした小庭の方へ出て行ったそこには梨や栗や単色のカエなどが影を作っている3人は木陰に腰を下ろした動物学者と補佐はテーブルの前のベンチに陣取りサモイレンコは広い斜めのもたれのある遠い椅子に身を沈めた 中卒が茶とジャムとシロップを一本持ってきたその日は非常に暑く日陰でも30度はあった大気は死んだようにそよりともせず長い雲のイが栗の梢から地上に力なく垂れ下がったままじっと揺れずにいたおさはいつもテーブルの足元に転がしてあるギターを取り上げて 調子を合わせてから細い声で「居酒屋のほとり、進学生の群れ佇たずむ」と静かに歌い始めたが暑いのですぐやめ額の汗を拭いて燃えるような青空を振りあおいださもいレンは居眠りを始めた「暑さと静けさといつか五体に行き渡った」 心よい食後の眠気に誘われてぐったりと酔い心地なのだ彼の両手はだらりと下がってしまった目は細くなり頭は胸に垂れ落ちたそしてほろりとしたような面持ちで本光蓮と補妻の本を眺めてもぐもぐとつぶやき始めた 若き世代、学会の明星と教会の巧妙家そうら裾を引きずった晴れる弥殿がスルスルと大司教にご昇進マーサ御手に接吻せにゃなるまいそれもよしよしどうぞまあまもなくいびきが聞こえだした本光蓮と補佐は茶を飲み干して表へ出ていった 君はまたはと場でハゼ釣りですかねと動物学者が尋ねた。いや暑いからやめです。僕の家へ来たまえよ。そして小頭をこしらえるなり。聖書をするなりしてみないかついでに君の仕事も一緒に考えてみようほさ君。働かなくちゃいかんよ。そんなことちゃだめだ。 あなたの言われることはいちいちもともです」と補佐は言った「だが僕の態度は僕の今の生活の事情を思えば無理もないらしい」「どっちつかずの状態が著しく人間を貧困にすることはあなたもご存知でしょうな」「僕はここへ一時派遣されてきたのかそれとも永久になのか神様だけがご存知でさ」 僕はここで死がない暮らしをしている。女房は親父のところでなすこともなく退屈している。実を言うと、この暑さで脳みそが少々ふやけた形ですよ。そんなバカなことはない。と、動物学者は打ち消して。暑さにはすぐ慣れる。女房のいないのにもすぐ慣れる。怠け癖をつけちゃいかん。 いつも緊張していなくちゃダメだ。